2年前横浜で逃した完全制覇という忘れ物を取りに行く45秒。SASUKE君、森本裕介スタートした。雨の中を切り裂いていけ、天空に上がっていけ。スパイダークライム、あっという間にクリアしてサーモンラダー15段 7m 上がっていく。雨をもろともしない、全くミスがない、完璧に上がっていく。ここで初めて釣れた、すぐ戻した、まだ時間は余裕だ、たっぷりある。サーモンラダー15段、ここであと1個いった。そして最後の綱登り10秒だ。残り時間はおよそ15秒。上がれ、上がっていけ、SASUKE君、いけ、上に上がれ。残り10秒、ボタンは近い、2度目の栄光は近い。5秒を切った、ついにSASUKE君、点に届いた。